ばんは。こんばんは。こんばんは。今日はいつもよりちょっと早めに配信をしてみました。ラジオ楽しみにしてるの、ありがとうございます。そう、これ上にも書いたんですけど、今日は21時からもうすぐですね。初めてのラジオをしたので、それの放送が21時からあるので、ぜひ聞いてください。ありがとう、聞くよって言ってくれてありがとうございます。てか今日からこのなんていうのこれ枠枠っていうのかな、可愛くなってて、そうやっぱり緊張した、めっちゃ緊張した。その緊張がラジオでも伝わってるのかどうかがちょっと心配なんですけど、そう本当に心配、どんな風にな、なんかめっちゃ噛んだんですよ私。めっちゃ間違えて何回も言い直したし、あのね、何なんかちょっと変なこと言っちゃって2回同じこと言ったりとかもしたから、それがいい感じに編集されてることを願うんですけど、そう NGT48 のエッサ恋さレディオってやってみたかったからできて嬉しかった。あ、そう、あんまりラジオの話は今日はしないで、皆さんのお楽しみみたいな感じにしたいんですよ。オーディ、で、それって全部聞けるやつ、もしかして。今日はちょっとダンスを踊ったからメイクがめちゃめちゃ落ちてて、ほぼすっぴんなんですけど、本当にほぼすっぴん、リップだけ塗ったみたいな感じなんだけど、ちょっとお見苦しいかもしれないんだけど見てください。全部聞けちゃうの？そっか、ちょっとやばいこと言っちゃったかもな。バスセンターのコロッケカレーなんてあるの？え、そんなんあるの？それ最近出たやつ？昨日からみりちゃんのもめありがとうね、いっぱいメール送りますね、ぜひ返信をしてください。4期で一番可愛いっす。ありがとう、4期でみんな可愛いのに。ちょっとすっぴんのちょっとさらすっていうかなって、配信ですっぴんってちょっとあれかなって思ったけど、そう今日はツインテールです。 DMM で見返したけどメリちゃん可愛かった。本当にありがとうございます。いっぱい DMM も見てください。今日は雪は降ってなかったですね。こんばんは。さっき見たらみゆみゆさんも配信しておられたんですけど、そう先輩のみゆみゆさんとすいすいさんと私とあと同期の松坂さほちゃんと4人で9時から放送されるので、はい。メリーこんばんは、今日も可愛い、ありがとう。夜勤明けの帰り雪で真っ白になって、マジ？なんか最近また寒くなったよね。そうすいすいさんって呼んでます。
そう、ゲーム皆さんやってますか？そういえばあと1週間くらいになっちゃったんですけど、私はそうだな、そう昨日と一昨日公演に前座で出させていただいたんですけど、そうやっぱり家にいた方がねポチポチできるよねメリーちゃんの声好きだからラジオ楽しみ、えありがとう、めっちゃ嬉しい。それラジオ私本当にもうなんかそうあのね多分なんだけど、サオちゃんの方が緊張してたっぽくて、そう私も緊張してたけどもちろんサオちゃんの方が緊張してて多分ねだからそのサホの緊張が伝わってきて余計緊張しちゃってやばかったマジで。あの日は俺はサホちゃんアメリちゃん推したの、あ二人ありがとうね推してくれて。まだレベル14です。あレベル14でも結構やってるよね。私もまだレベルなんだろう17とかだから、うんこんばんは。そう佐帆と一緒なの。昨日初めて思い出バイ公演参加した。お、そうなんだ、どうでしたか？先輩たちのパフォーマンスがすごいのはもう当たり前の話じゃないですか。前座はどうでしたか？そう、さほちゃんね、なんかお披露目の時も五次音順で、その松坂吉原じゃないですか。だからなんかさほの緊張が伝わってた。私ももちろんお披露目はめちゃめちゃ緊張したけど、あと20分ですか、エッサコイさん。私の配信が、うん、55分ぐらいに終わるので、終わったら9時からぜひ聞いてください。こんばんは。前座のコールも披露するごとごとに大きくなってる。あー確かにそうかも。やっぱりファンの人もなんとなくわかるんだろうね、今日はこの曲かなって。メリーちゃんのエッサコイサ聞けるの楽しみだな、ありがとう、いっぱい聞いてください。私がね一番緊張してる説あるけど、これなんか怖い怖い普通に。でもまあ私のこともサホのことも結構知れるというか、多分知れる回になってると思うので、次聞いてくれると嬉しいです。そうラジコで聞けます、無料なので。ニックネームはメリーかメリちゃんとかです。でも呼び捨てされた方が私は好きっていうか嬉しいので、最初のうちはねちゃんとかつけたいと思うので全然いいんですけど、ぜひね私を知ることにはメリーって呼んでほしいかなっていう感じ。前座の日にまた婚行くね、ありがとうございます。あ確かに人数でねなんとなくわかるよね。ラジオのお仕事好き、またやってみたい。えめっちゃやってみたい。もう
なんかね、めちゃ真面目な話しちゃうと、めちゃめちゃ正直な話しちゃうと、なんかちょっと自分的に反省点が多くて、そのエサコイサは、だからもうなんかもう一回、もう一回っていうかやってみたいですね。この反省点を生かして次はもうちょっとうまく話したい、話せるようになりたいです。でもめっちゃ楽しかった、すごい全部が初めてで、県外でも聞けるよ、全国の方が聞けるので、ぜひ新潟に住んでないよって方も聞いてくださいね。そう、次の配信でラジオのことをね、そう、裏話とか結構あるから話そうと思ってる。そう、メリーです。メリーです。ラジオ聞かれって言う、ラジオ聞かれ、あ、どうだろう、言うかな、どうだろう。失敗はしてないけど、ここもちょっとうまく言えたなとか思うところはある。まあでも分かる、自分でもね、初めてだったから、ちょっと自分を甘く見たらよかったのかもしれないけど、ちょっとこういうところでね、あのめちゃめちゃクソ真面目なところが出てしまうんですけど。あ、いろいろ落ち着いてきたらハッシュタグとか考え、あ、それ考えたいの。そう、あのね、ショールームのファンみたいな、ファンの名前みたいな変えてる子がいて、私も変えたいなって思ったんだけど、なんかいいのが思いつかなくて。メリちゃんよりメリって呼ばれた、そうだね、呼び捨てしてほしいです。劇場でなんてコールすれば、劇場もコールもメリーでお願いします。ちょっと時計がないので今何時か教えてくれないですか、誰か。いつも別端末を持ってきてる、今日はちょっと急いで配信をつけたから、ちょっと何時かわからない。あ、47分、ありがとう。まだ55分までやるので、もうちょっとあった。ジングルベル死ぬ。キュルキュル対キュルキュル、ありがとう、時間教えてくれて。寒い。現役 JK じゃないよ。今19歳で、もうね、私誕生日が4月16日なので、そう、日向さんの卒業コンサートが終わったらもうすぐ自分の誕生日なんですよ。今年の春はあっという間に終わっちゃいそう。劇場のステージから客席は冷静に見れるようになった。初めての自然渋滞とかに比べたらもう全然、自分のペンライトとかも押し寄ってくれる方も結構ちゃんと探せる見れるようになったし、全然最初に比べたら結構出てる方だと思うし、だからこそ慣れみたいなのはある。うん、絡みで良かった先輩。もう先輩皆さんめっちゃ優しいけど、めっちゃ優しい、みんな優しいけど、やっぱり私はあの三村ひな様が大好きなので、どうしてもね、ちょっとお写真いいですかとかちょっと言っちゃいがちなんだよね。現役より JK っぽい、絶対嘘やろそれ。もうなんかお世辞です、絶対。柱はね、なんかなんて言うんだろう、ピンクの
べないと、やっぱり自分のファンの方とかが振ってくれてるなっていう方が、あ、ここで送り別送りたかったのに行った時に柱があるとあーってなる時はめっちゃある。そう、来年成人式っていう15分経過って見れるんだった。次はちゃんとうちは作っていくね。ありがとうね、めちゃめちゃ嬉しいです。ちゃんと見つけるよ。ゆっくりんず会社おめでとう。いつもありがとう。こちらこそありがとうね。16歳に見えるは絶対嘘やろひのちゃんとのツーショットぴったりくっ、そうなの、メールにも載せたんですけど、めちゃめちゃくっついててちょっとやばかった。もうあの写真見るたびに私が本当にもうやばってなっちゃう。やばい、なんか今日言葉のあれがないんだけど、トーク落ち着いて聞きやすい、ありがとうございます。今日はちょっとね、正直疲れちゃってるのもあってあんまり口が回らないというか昔から顔が全然変わってない。本当ですか、褒められてるそれ。メリーの声は癒されるありがとう。蒸発した水分ね、やってみたいですね、めちゃめちゃ。それのためにはもっともっと歌がうまくならないといけないんですけども、テンションの上がり方はひのちゃんに似て、え、本当に、スマホのロック画面に良さそうな写真、スマホのロック画面に良さそうな写真なんだろうな。たどりの方がいいよね絶対。なんか送っとくわ。見つめる癖が、見つめる癖じゃなくて、多分私はただぼーっとしちゃう癖があって、これマジで小さい頃からなんだけど、なんか一点をただぼーって見つめちゃう時があるの。何も考えてなくて、その時はそう、でもそれだと思いますそう、3月の生写真が出てて、皆さん見てくれたかな。もうイースターのうさぎ、白いうさぎをしていますので、ぜひチェックしてくださいね。あと2分、ありがとう。誰とのツーショットが多い、同期だと、え、でもみんな撮るな、みんな撮りますすっぴんなのでちょっとスクショタイムはなしでいいですかした方がいいかなした方がいいかなちょっと絶対可愛くないんだけど今日。ちょっとだけピースしかない今日。今までで一番可愛い、嘘、メイクしてない方が可愛いってそんなことあります？ぜひね、そう、もう終わりだからもう一回言っとくんですけど、今来た方、くれた方も
21時からあと5分ぐらいでエッサコエサレディオが始まるので、ぜひ聞いてください。今日も配信ありがとうございました。バイバイ、お疲れ。ラジオ終わったらメール送ります。メールも見てください。返信もしてください。ありがとうございました。バイバイ、ラジオ聞いてね。ありがとう、バイバイ、またね。待って、バイバイ。